鹿島号は、東京駅と茨城県鹿島市及び、上須市、板越を結ぶ高速路線バスである。鹿島地域の中心、鹿島セントラルホテルと高速バス JR バス関東、京成バス、関東鉄道、JR バステック、東京駅と茨城県鹿島市及び、上須市、板越を結ぶ高速路線バスである。1989年の運行開始以来、 鉄道平行路線でありながら低廉な運賃、速達性、使いやすい、経路設定や車両の居住性などから人気が高まり、本数の少なかった JR 東日本特急列車、あやめからも乗客を奪い、高速バス路線としては日本有数の高頻度運行路線に成長した。鹿島川沿線は鹿島臨海工業地帯、水橋筑波国定公園であり、 出張、通勤、通学から、観光、水橋、板子あやめ祭りなどといったイベント、さらには、茨城県立鹿島サッカースタジアムでのサッカー観戦まで、多種多様な需要に支えられており、高速バスとしては、数少ない定期乗車券まで発売されている。鹿島地域の鉄道路線の、内鹿島臨海鉄道を洗い鹿島線は、交通系、 IC カードエリア外であるが、本路線は2013年3月31日に、交通系、IC カードスイカパスモを導入し、相互利用できる、全国交通系、IC カード10種類に対応している。は、先号、麻生号の乗車券、回数券では、鹿島号、ミッドナイト、鹿島号には乗車できない。東京駅の乗車場所は、八重洲南口一番乗り場。 校舎場所は日本橋口である。廃止になった JR 特急あやめ1989年4月4日に運行開始。当時は1日4往復あった JR 特急列車あやめとの競合を避けるように隙間時間帯を中心に1日6往復運行していた。運行開始当時においても鉄道普通運賃より安く。 しかも渋滞がなければ所要時間は2時間と、速達性においても申し分なかったことから利用者が急増し、続行便や臨時便を多数設定しないと、さばききれないほどの盛況になった。なお、新宿駅発着便の設定はされていない。ほどなく1日18往復に増便したが、これによって鉄道からの乗客の転移が見られるようになり、さらに乗客が増加することになった。 また、住友金属工業を筆頭とする、鹿島コンビナートの各社への出張客や上須町、羽崎町方面からの出迎え見送り需要などで、鹿島セントラルホテルバス停に利用客が集中し、事実上当地区の重要な乗り継ぎターミナルと化していった。また、水京板子バスターミナルも2002年に停留所が現在地に移転し、大規模な駐車場が設置されたことにより、 周辺地域からのパークライドでの利用者が非常に多くなり、施設の駐車場まで整備されるほどである。週末などの多客機はバス停に乗車待ちの行列ができるほど利用者が多い。この当時の1日18往復という設定は、おおむね1時間に1から2便程度の運行頻度で、あるが需要の増加が輸送力を上回るという状況となり、 定期便のみでは輸送力の限界に達したため、1991年5月の大型連休中には臨時便が定期便の3倍前後も設定される事態になった。あまりにも続行便が多いため、関東鉄道、京成電鉄では貸切車をかき集めて臨時便に仕立てるだけでなく、将来定期便が増便されることを見越して高速車を 新車で多数導入したほどであり、JR バス関東でも予備車となっていた、ミドルデッカーの国鉄専用形式、スーパーハイデッカーや貸切車まで動員していた。後に鹿島アントラーズクラブハウス経由の便も設定された。鹿島号と同じく相当な便数が設定されていた、筑波号では、続行便、臨時便の設定も限界に近い状態であったが、鹿島号では、 京成電鉄も加わった三社共同運行であったため、続行便手配においても対応しやすい面はあった。その後1日36往復に増便されたが、1994年12月3日、改正で、あやめは、わずか1往復に削減された。その後も数値にわたって増便された結果、2007年11月16日のダイヤ改正では開業当時の、 約15倍弱の本数の87往復に達し、ドル箱路線だった、筑波号が首都圏新都市鉄道筑波エクスプレスの影響で減便となって以降、東京駅発の高速バスでは最も便数と利用者数が多いドル箱路線となっている。鹿島サッカースタジアムにおいて、鹿島アントラーズの主催試合が行われる際には、試合開始6時間前から2時間前までの鹿島、 神宮駅行きの便がすべて鹿島サッカースタジアムまで延伸される。状況によって臨時便も多数設定され、試合後の上り便では東京駅直行の臨時便が運行される。なお、2011年3月6日より鹿島アントラーズの主催試合開催日に限り、東京駅鹿島サッカースタジアム間の直行高速バスが運行を開始しているが、 こちらはあくまで別系統の扱いとなるため、鹿島号の乗車券類は使用できない。ミッドナイト、鹿島号は2013年8月1日より運行を開始した東京駅や S 口と鹿島神宮駅を結ぶ深夜急行バスである。全席指定制で事前予約が必須となっている。ルートは宇宙センター経由便と同じくで、運賃は通常便より割高である。また、 通常便の定期券でも乗車可能だが、その際は差額分を現金で支払わなければならない。鹿島アントラーズ試合開催日のみ運行、JR バス関東形成バス、関東鉄道、JR バステック鹿島サッカースタジアムで、鹿島アントラーズの主催試合が開催される際に運行される臨時バス。全席指定のため、事前予約が必要となるほか、運賃以外に、 座席指定量が発生し、IC 割引きは適用されない。また鹿島サッカースタジアム停留所は、鹿島号の停留所とは異なる、停留所からの乗車となる。東京駅を出発後、鹿島サッカースタジアムまでの運行中に試合中止が決定した場合、運行中断を行い、東京駅に引き返すこともある。4車とも40から44人乗りの、ダブル C 付けハイデッカーが使用されている。 一時期、関東鉄道は、本来の担当営業所だけでは、やりくりがつかず、高速バスを担当していない、他の営業所から、貸し切り者を動員して、続行便や臨時便に当てていたことがあった。現在でも、鹿島サッカースタジアムでのサッカー開催日や学、休期間などの混雑日には各社とも他の支店営業所から応援に来ることがある。なお利用者が多い路線ではあるが、 以前の筑波港と違い、ダブルデッカーでの運行は設定されていない。ただし、サッカー開催時の鹿島スタジアム発着の臨時直行便においては、青春エコドリーム号使用の2階建てバスや、鹿島神宮駅、東京テレポート駅線運用中心のスカニアーストロメガなどもマーイ運用で使われることがある。ありがとうございます。